弊社は、誰でも簡単に動画を作れる、AI を活用した動画編集クラウド、ビデオブレインというサービスを展開している会社となります。ビデオブレインはですね、一番の特徴は動画に必要となる例えばテキスト情報や写真、動画の素材を入れると AI がそれをすべて把握してですね、一本の動画を作ってくれるというのが、まあ、他社にはない、サービスとなっております。まあ、本格的にこれをビデオブレインというサービスで始めたのが昨年からになりますが、1年でだいたい今 4.3 倍ぐらいで、まあ累計者数ももう200は超えており、非常に多くの企業に導入されているというのが状況ですね。初めて高松さんと会ったのが2018年で、当時の外部情報だとアドネットワークとかメディアをやっていた会社っていうイメージで会社にあったところ、中身は実は AI をコアにしているエンジニアの集団っていうところが非常にギャップとして大きかったっていうのが印象的でした。あとはその当時から動画の重要性っていうのは叫ばれてはいたんですけれども、それをビジネスのチャンスに変えるっていうアクションを実際取っていた人っていうのは当時も今も世の中には少なくって、そういう高松さんの先見の明と行動力が非常に評価に値するというふうに考えております。本当にさまざまな企業に導入されているっていうところが大きいですかね。よくこの領域で言うとホリゾンタルという、バーティカルではなくてホリゾンタルという言い方をするんですけども、非常にたくさんの業界業種に導入をされているっていうのが特徴的ではあります。この世の中でビジネスをする上で情報を発信しない、もしくは情報を活用しないっていう企業はないんですよね。例えばそれが大手の企業は当然のことながら、例えば町の美容室や飲食店、それ以外の、ビジネスをやっていく上で必ずどんな企業でも情報を活用して発信をしていくと。その中で僕たちが今掲げているのは、そういう情報を誰でも本当に簡単に活用してビジネスを促進していくということが世の中全体を豊かにしていくと思ってますし、これ自体は日本だけの課題ではなく世界全体のテーマだと僕は思っているので、そこに取り組んでいるという会社になります。いわゆるその物を表現する上で、画像から動画というのは不可逆な流れだと思ってまして、かつそれが今回の COVID-19 でより加速したかなというふうに思っております。で、今でもこう動画を撮るっていうこと自体は簡単にできるようになったんですけれども、これを複数の動画をつなぎ合わせたり、動画に字幕を足したり何らかの効果を加えるっていうのは今でもできる人っていうのは限られていて、特にそれを企業レベルでやろうとした時の解決策がないという中で、このオープン8が出しているビデオブレインというのは、AI を使って簡単に動画が誰でも作れるというところで世の中に解を提供しているというところが非常に今後も期待しておるところでございます。 COVID の後にいわゆる学校に行けないということで、動画のコンテンツを教育に使うという流れも新たな需要として出てまいりましたので、今回の件というのは一義的には向かい風でありますけれども、動画の裾野を広げたという点では大きいのかなというふうに思っております。ベンチャーっていうのはすごく大きな投資をしながら成長していく中で非常に厳しい時期もありましたし、そういう中で私たちのビジョンというものをご理解いただきながら、本当に多くの資金を投入していただいているってことにまず感謝をしておりますし、もし、その投資がなければ今のビデオブレインっていうのは、スタートできなかったので、それについても一緒に、この世の中を、より良くしていくために、このコミュニケーションという領域、もしくは情報化時代に向けた新しい姿っていうのを、ご一緒できればいいなと思っております。